スバルって日本のメーカーの中でもものすごいあの技術に技術屋なんですね。サンチャンネル。スバルはもともとですね、中島飛行機という飛行機会社で、飛行機会社だったんですか。はい。車ってすごくバランスが重要なんですね。はい、でしかも軽い方がいいわけです。まあ、それをですね実現するのにスバルはボクサーエンジンというのをやってるんです。ボクサーエンジンというのはですね、はい、これはもう話がなくなるぞ。ボクサーっていうのはこうやって横にパンチを打ち出すじゃないですか。こういうふうに、エンジンのピストンが横に動くんですよ。なので普通のエンジンは V 型とかそういうのいろいろありますけど、こう縦に動くんですね。はい。っていうことはどういうことかっていうと、エンジンの高さをこういうものよりも低くできるんですよ。なるほど。エンジン自体を低くできる。なるほど。横には広がるけどね。そうすると車の重心が低く設定できるんですね。それでいて左右も同じ風にバランスよく設計しやすいんですよ。車の中で一番重いものはエンジンなんで、エンジンをいかにバランスよく設計できるかが車の、基本性能を決めるんです。でちなみに、このボクサーエンジンを、現在作っているのは、ポルシェとスバルだけなんですね。世界で一番売れた乗用車と言っても過言ではない、フォルクスワーゲンという、はい、テントウムシやね、やなんだっけ、カブトムシか、はい、というですね車がありますが、これもですねボクサーエンジンだったんですね。お、私の記憶が正しければ、はい、ということで非常に車の基本に基づいて、やっているのがスバルなんです。すごい、すごい、スバルらしいでしょ。スバルらしい、スバルらしいです。スバルらしいんですよ。あ、見てください、横に来たこの超かっこいいスポーツカーも DRZ って言うんですけど、はい、これも水平対向エンジンを積んだスバル車です。お、実はトヨタと共同開発してまして、はい、全く同じ車で、まあ内外装ちょっとずつ違うんですけど、トヨタでは86っていう名前で販売されています。ですからトヨタもトヨタ車なんですけど、水平対向エンジンを積んでますね。サンチャンネル。俺が日本の音楽界に多大な貢献をした、功績があります。あ、何ですか。それは、ブルーハーツです。おう、ブルーハーツをもうはっきり言ってラジオで初めてかけたのは俺です。とある友達がいまして、今何やってんのって電話したら、バンドのお世話してますみたいな。どんなバンドって言ったら、カセットかな、送りますって言って聞いたら、すげえいいじゃんってなって、で当時はオールナイトニッポンの金曜一部をですね、夜中の1時から。ルート上に10キロ以上の渋滞があります。ああもうやだ1987年の2月、シングル人に優しくを自主制作で発表。それだ。でそれを俺のところに教えてくれて、ですげえいいやってなって、ディレクターに持ってったの、はい、これすっごいいいからっつって、はい、これかけて欲しいですって言って、まあ当時なかなかやっぱインディーズ版なんてかかんないわけですよね。そしたらディレクターが聞いてくれて、はい、ああいいねと。だけどとにかく上に掛け合わなきゃダメだと。ダメっていうか、まあちょっと常識外れなことになりそうな。でもう一個問題が、気が狂いそうっていう言葉が入ってたんだよね。頭に入ってましたね。気が狂いそう、ラララララララって。でそれも問題になりそうだからっつって、でもディレクターもその日本放送の上の方々と掛け合ってくれたんだよね。それで
かけられることになったよ中野くんって言って、おでじゃあかけましょうって言ってかけた。それですごい火がついたのよ。すごい、あ素晴らしい。最近も日本の音楽史に、足跡を残しましたよ私。そうですか。もう注目はされてるし売れてるんですけど、うん、来年あたり俺は紅白に出てくるんじゃないかなぐらい売れると思うんですけど、はい、ワッチ。ワッチって聞いたことある。このワッチはですね別の人の彼女になったよっていう曲をですね、あ知ってる、出した。これ良かったでしょ。良かった。これそのワッチの事務所の社長が知り合いなんですよ俺。はい。別の人の彼女になったよを聞いた時にすごい、こりゃすげえと思って、うん、こりゃ売れるわと思ったんですよ。ラジオに出させてもらったんですね、ワッチさん。ワッチの、はい、本人たち全然この曲がすごいって思ってないんですよ、どうやらスタッフたちも分かってないんですよ、ね、俺はねそこで言ったんですよ、この曲は本当にすごいから、この曲が売れないわけないからって言って、うん、でラジオで押しまくったんですよ、はい、でその時の極めつけの一言が、うん、この曲を売ってあげなきゃダメですよスタッフの皆さんって言ったんですよ、はい、売ってあげなきゃダメですよ、この曲を売らなきゃダメですよって散々言ったんですよ、うん、そしたら売れました。あらすごい。この前あの本人たちと、はい、新潟長岡の米百俵フェスっていうフェスで一緒になった時に、長野さんの言ってくれた通りこの歌売れましたって言ってちょっと感謝されましたよ。あすごい。とにかくこの曲を売ってあげてくれなくださいと、この曲を売らないとダメですよと。なるほど。言ったんだよ。すごい。俺が言ったんだよ。もうだんだんね、トラフィックジャムハイ、トラフィックジャムハイなの、トラフィックジャムハイに陥っています。サンチャンネル、そのもの金色の、そのもの青き衣をまといて金色の野に降り立つべし。べしなの、べし、べしじゃないでしょ。いや確かそんな感じ。降り立つだろうなんだから、予言なんだからべしじゃないでしょ。べしだった。べしじゃないと思うな。そのもの青き衣をまとい、あ言ってますね、金色の野に降り立つべし、失われし大地との絆を結び、ついに人々を青き戦場の地に、みたいな。ほらここ出てます。わかんないですけどこれが正解か。あやっぱりそうだわ。導かんみたいな。俺も今そうだと思った。ちょっと待ってください。いやめし。ナウシカの意味が分かった。あ、なんですか、どういうことですか。未来がある。過去がある。はい。そういうふうに人々は思って、ちゃんと生きれていないと。未来に不安を抱え、はい、過去に後悔を抱え、はい、常に、今見えていないものを考えてしまって、なるほど、妄想し心を占領され、はい、不安と後悔の中で人は生きていると、はあ、そうじゃないと、おう、今を生きなさいと、はあ、今あなたの前には過去もない未来もないのだと。おお、なんかすごい哲学的ですね。あるのは今だけ、はあ、今しかない。ナウシカ。嘘でしょ。そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょうよ。いやいや違う、俺はそうだなってこの前誰かと喋っててはぁってすごいはぁってなったのよ。はぁじゃないでしょ。ホメロス作の叙事詩オデュッセイアにおいて、はい、スケリア島に漂着した主人公オデュッセウスを迎えた乙女、わぁナウシカこの乙女の名前がナウシカ。ナウシカーです。ナウシカー、ナウシカー、ナウシカーです。ああ、ナウシカー、あっそう。宮崎駿さんに会って聞いてみたいな。聞いてみたいっすよね。あの人に会ったよ、あのエヴァンゲリオン作った、ああ、庵野さん、庵野さん、はい、庵
庵野さん、俺と同い年の庵野監督、同い年なんですね。2、3回あったかな。庵野さんね、真冬なのにね、はい、裸足でね、はい、サンダル履いてて、寒くないですかって言ったら、寒くないです、ね。まあ、それはいいんだけど、はい、で俺もね、エヴァンゲリオンにすごいハマってたから、庵野さんに会った時に、はい、あ、庵野さん、エヴァンゲリオンのテーマってこれこれこうで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 こうじゃないかなって俺思ったんですけどって言ったら、うざいオタクみたいに、そしたら庵野さんが聞いたら、庵野さんが、いや、いや、そんなこと考えてないの、そんなに深く考えてないよ、はっ、そうですか、なかなかすか、ナウシカ間違ってる説がありますけど、聞いてみましょうよ、いつか宮崎駿さんに、ナウシカナユのダブルミーニングでしょいや、そんなこと考えてないよって言われる可能性大説が今出ました。3チャンネル。あと衝撃的だったのはね、はあ、あれ、映画監督の岩井俊二さん、岩井俊二さんに会った時に、俺花とアリス見ました、すっごいすごい良かったですすごいあの映画好きですって。そしたら、はい、岩井俊二さんが、はい、僕中野さんの出た映画が、はい、日本映画の中で一番好きです。え、どのこと言ってるんですかちょっと待ってください、どのことを言ってるんですか。俺もえと思って、俺の出た映画ってなんだろう、2本ぐらいしかねえなと思った。僕1本、そのうち1本しか知らないですかね。何？バトルヒーターです。なんと、はい、岩井俊二さんが、はい、好きだって言ったのは、はい、バトルヒーター。嘘でしょバトルヒーターってパッパラ河合さん主演映画じゃないですか。そう中野くんちょっとだけ出てるんですよ。そう、俺ちょい役だけどだから中野さんが主演したとは言ってない。言ってないですよね。中野さんが出た。出た。飯田ジョージ。飯田ジョージ監督の名作。そう。何が良かったんですかね。なんだろうね。いや、僕だって見ましたよ。僕あの飯田監督にちょっと DVD あのいただいて見せていただきましたけども、アホ映画って言ったらいい。そうそう、アホ映画の曲知らないけど。言い方悪いですけど、アホ映画ですよね。ああ、ファンタジーなわけじゃん、はい、で、その岩井さんもファンタジーなわけじゃん。なるほど。ファンタジーという点ではつなげてます。合ってる、合ってる、うん、多分俺の人生の中で一番びっくりしたのはその一言だねだってバトルヒーター見たことある人で、はい、あの岩井俊二さんの作品見たことある人だったら、はい、俺は今言ったあのびっくり度合いが伝わると思う、はい、ちょっとぜひねバトルヒーターぜひどっかで手に入れて見てほしいですね。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して高評価。